P-8。P-8 は、アメリカ合衆国の航空機メーカー、ボーイング社が開発した、哨戒機。同社の小型旅客機ボーイング737からの、改造機である。愛称は、ポセイドン、ポセイドン。アメリカ海軍は1961年以来、固定翼対戦哨戒機として、ロッキード P-3 オライオンと、その改良系を使用してきた。 潜水艦の能力向上に応じて対戦機器の能力向上を図ってきたが搭載できる機器の重量が限界に近づいたことから1980年代の半ばから P-3 高景機の研究を始めた。海軍はロッキード社が提案した P-3C の改良型 P3G を P-7 と命名し、 この提案をもとに P-7 の開発を進め1989年に2機の原型航空機を製造する低価契約をロッキードと結んだ。しかし、ロッキードの開発遅延と3億ドルの予算超過が見込まれることが分かり、P-7 プロジェクトは1990年7月に中止された。2000年から再度 P-3 後継機の競争を行わせ、ボーイングと ロッキード・マーティン、バイ・システムズが応募した。ロッキード・マーティンは P-3 をアップデートした、オライオン21を提案。ボーイングは737から800アックス、旅客機の回収型である、737MMA を応募した。ボーイングは既存の自社旅客機の軍事利用をたびたび提案し、E-767、KC-767 を開発したが、 本機もその一環であった。バエは1969年以来のニムロット養生召喚機の新バージョンで応募したが、米国での生産パートナーが決定しないことから2002年10月に提案を取り下げた。後にニムロットの新バージョン案は中止され、イギリス軍も P-8 を導入することとなった。2004年6月14日に政治力に勝るボーイング案が選定され、 海軍は 737mmA を P-8A として採用を決定した。プロジェクト費用は少なくとも150億ドル、最大で450億ドルであると予想され、レーセオン、ノースロップグラマン、スミスエアロスペース、および CFM インターナショナルが下請け契約者として協力する。海軍は2004年7月8日に5機の P-8A を発注し、 まず3機が試作機として納入され、パタクセントリバー海軍航空基地で試験が行われた。開発は難航したものの、2012年3月4日に量産1号機が海軍に引き渡された。2013年11月に IOC を獲得した。機体は 737NG シリーズの一つ、737から800アークスをベースにするが、翌端には、 同シリーズのオプション装備である、ブレンデッドウィングレッドではなく、ボーイング社の旅客機767から 400ER のようなレクドウィングチップ、傾斜翼端を備えるなど、若干の変更を行っている。燃費の良いターボファンエンジンが採用されたことで、ターボプロップエジン4発の P-3 よりも、巡航速度と、航続距離が向上した。操縦席は、 アナログ系機中心の P-3 から一新され、737NG 仕様をベースとしたヘッドマウントディスプレイ搭載のグラスコックピットとなった。また原型機と同じく航空機関士の席がないコックピットクルー2人制である。P-3 では航空機関士席の両脇に1名が座れるスペースが存在したが、P-8 では原型機と同じく補助席はない。 P-3 では海面の監視を容易にするため、トコ、戦術航空室席をバブルウィンドウとしていたが、P-8 では原型機と同じ四角の窓が採用された。爆雷や魚雷を搭載する兵器層、ウェポン米は P-3 では機種下部に存在したが、P-8 は機体後部に設置された。主翼には、 左右2箇所にハードポイントが備えられ、各種ミサイルの搭載が可能。P-3 では、機体下部に、電子線、カメラポット用のハードポイントが、複数存在し、ターレット式のフリアはアップデート E から提供だったが、P-8 では、当初から、各種機器が、標準装備となっているため、機体下部のハードポイントは1箇所に減っている。その部位は p 3 c では、 機体後部画面に48ある発射口の45箇所は、機外からのみ装填でき、機内から装填可能な発射口3箇所も、ダックから手作業で運搬、装填されていたが、PE-8 は、機体内部のその V ランチャーによる自動装填、投下が可能となり、発射口も平気走行法の右に4箇所、左に3箇所と、大幅に削減されている。しかし、 搭載数は P-3C の84本に対し、P-8 は129本と増加した。機内からアクセスできる位置に手動投下口が設けられており、会場に目印をつける海面染色マーカー、ボールマーカーや折りたたみのラフトを投下できる。またラックには機内からアクセスが可能であり、ランチャー故障時にも手動投下口を使うことで任務の続行が可能である。 機種に搭載されたレーダーは S-3B や P-3C の対水上艦艇監視能力向上型に搭載されている案 APS-137 に改良を加えた発展型で合成開口レーダー SAR や逆合成開口レーダー ESAR などのどを備えている。これらの紹介機材などの機内アビオニクスに安定した電力を供給できるよう、 左エンジンには737から800アックスの2倍の発電出力を持つ発電機を搭載している。ビブはマット、次期探知機ブーム搭載を考慮した設計であるが、主要顧客のアメリカ海軍は、海面上低高度での策的を想定しないため P-8A には搭載されていない。後に導入したインド海軍向けの P-8I には搭載されている。 上院は操縦士が、機長、副操縦士と、リリーフ、交代要員の3名、トコが2名、オペレーター、航空士が4名の、計9名となり、P-3 の11人から削減されている。各種機器の性能と信頼性向上、自動化などにより ORD、機上部機員、NAV、COM、広報、通信員、i f t 機上電子整備員は登場する必要がなくなったが、 無人航空機と連携、工実など新たな任務形態に備え、センサー3、4は AO、電子線オペレーターと呼ばれる乗員であり、トコも2名体制となった。染色マーカーや、救難用ラフトの投下などは、手の空いた乗員が行う。機内にあるオペレーターの席、5席は、乗員各自が持つカードをスロットに挿入すれば、どのコンソールも使用できる、汎用タイプとなっている。 これらから得た情報はコックピットでも共有できる。当初から空中給油、フライングブーム式に対応しており、任務時間の延長が可能。前任の P-3 やイギリス空軍のニムロッドは、エンジンを4発搭載しているが、低速で長時間消火を行うために、現場空域上では1から2発停止して、ロイター飛行を行う。ボーイングも、 総発の P-8 ではエンジンを一発停止して、紹介することを計画していたが、総発機の片方停止の場合は、四発機の場合よりも、大きな不正モーメントが発生する。加えて、母体の737は、経済性、快適性を最優先する、旅客機として胴体から離したパイロン式主翼喧嘩を採用しているため、なおさら大きな不正モーメントが発生し、 飛行安定性が既存するのみならず、宛て田による抵抗増大から燃費も悪化するなど、低空での小型船舶に対する監視飛行には不向きとされており、アメリカ海軍では運用構想では、P-3 では試験のみにとどまった空中給油の本格実施や、監視を補完する約40機の MQ-4 シートライトン海上無人航空機との連携が行われる。また、ハワイ。 ディエゴ・ガルシア島、ジャクソンビルの日本のカデナ基地、イタリアのシゴネラにある5つのサイトで情報を保管し合う。ジャクソンビル海軍航空基地には、フライトシミュレーターや搭乗員用の訓練施設を併設した P-8 アンペア統合訓練センター、P-8A インタグレイテッドトレーニングセンターが設置されている。米海軍での配備数は108機を予定している。 P-8 計画には当初からオーストラリアが参加しており、ついでイタリアとカナダが参加した。また、アメリカ国防総省は現在 P-3 を使用する15カ国での採用を見込んでいる。イタリアでは14機の P-8A を採用する計画であったが、開発費が予想以上にかかったことから、人権飛行等による予算圧迫を理由に購入を数年間、 遅らせることとなった。2012年からジャクソンビル海軍航空基地の第16哨戒飛行隊が P-3C から機種転換に着手し、2013年11月に初期作戦能力 IOC を獲得し、2013年10月3日に発表した日米安全保障協議委員会。 2013年11月29日に北平洋、カデナ基地派遣へ出発した。2013年12月2日に P-8A が2機、沖縄県カデナ基地に到着。数日内に4機が到着し、計6機で東、シナ海の監視に当たる。アメリカ海軍では P-8A との技術ギャップを埋めるため2011年1月から、 起動しの残った P-3C のその V 信号の受信、解析能力を10倍に増加、コンピュータの感想、C4i システム、リンク16を装備する、アップデート、ROK74、OK、機に行う予定。老朽化した P-3C の置き換えを前提とした P-8 は、更新時期が迫る P-3C や派生系を導入する国だけでなく、 イギリスやフランスなど独自開発機を導入する国にもにも売り込みが図られており、同じく P-3C の後継機として開発された P-1 やエアバスが提案する A319 ベースの紹介機、ATR が ATR72 ベースの ATR72SW を提案しているため、競合するが2016年現在 ATR72SW は イタリアとトルコ、P-1 は日本のみ、A319MPA は、インドとオーストラリアに提案する。も P-8 が選ばれ採用なしとセールス面では、P-8 が大きく先行している。P-8 は高価であるため、ボーイングでは、より低コストなプランとして、ボンバルディア・エアロスペースのチャレンジャー600をボーイングが、紹介機に改造する。 チャレンジャー MSA も提案している。機体が小型であるため搭載機材の制約が多く、P-3C の完全な代替は難しいとされるが、海洋監視識としては十分な性能を持つ。アメリカ政府はフルスペックの P-8 の海外輸出を、NATO 諸国も含めて一切認めていないため、インド向けの機体はアビオニクスが簡素化されている。 オーストラリアへ輸出される機体はフルスペックの使用となる予定だが、これはオーストラリアがウクサ協定に参加していることと無縁ではない。後に採用を決めたニュージーランドとイギリスもこの協定に参加しているためフルスペックで輸出される可能性が高い。一方で導入国が独自に開発した電子機器の追加搭載などは認めており、 戦術データリンクなど、すでに導入したシステムを更新することなく、導入が可能である。MQ-4C との連携を前提にした、設計であるが P-8 単独でも効果であるため、MQ-4C を導入しない国もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。